ユーラシア連邦はアニメ、機動戦士、ガンダムシード及び、機動戦士、ガンダムシードディスティニーに登場する架空の国家。ロシア、EU 諸国、西アジア、国流交渉と北海道による連邦国家であり、首都はブリュッセル。また、アストレイ天空の王女まで、宇宙用サイアルテミスを所有していた。地球連合の中では、軍事面のほか。 大西洋連邦や東アジア共和国と同じく地球連合内部での中心的な発言権を持つ国家である。意思決定機関は最高会議であり、その中でもヨーロッパ諸国で構成されるユーロ会議が強い力を持っている。CE71 年5月に行われたアラスカ防衛戦においては不快感を表明し、大西洋連邦との間に溝が生まれてゆく。そのため、 CE71 年末期には戦後の大西洋連邦との戦いに備えた部隊編成も行っていたが大西洋連邦がニュートロンジャマーキャンセラーを入手時から撤回したその後は同国の技術提供を引き換えとした大西洋連邦からの MS 供与なども受けたが対戦終了後は国内西側と東側では世論にかなり温度差が生じ 大西洋連邦に従属する政府に対して国民の反発が強まったこともあり内戦や独立運動が相次いだ。こうした反乱においては極秘裏にファントムペインによる鎮圧行動も行われている。CE73 年になると衰退を見せ連合内での影響力は低下した。同時代の対戦ではディオキアのようにザフトに救援を要請し拠点となった。 都市も現れ始め、そういった都市の一つであるベルリンは、連合からの脱退と、ザフト中東を良しとしなかったロゴスの移行によって、壊滅状態に追い込まれている。アークエンジェルが補給を行った宇宙要塞、アルテミスの基地司令官、ジェラード・ガルシアや基地商兵は、ユーラシア連邦所属であった。大西洋連邦とは、水面下で対立しており、大西洋連邦が、 極秘に開発していたアークエンジェルを打破しようと試みて、クルーを拘禁したが、アークエンジェルを追撃してきたザフト軍の攻撃によってアルテミスは陥落する。アラスカ基地攻略戦では、守備部隊として配備されていた自国戦力がザフト軍との戦闘や大西洋連邦の仕掛けたサイクロプスにより消耗し、以降連合内部における発言力を失っていくことになる。 タイプラント戦に関しては、大西洋連邦と歩調を合わせていた、ユーラシア連邦政府は、先の対戦でのアラスカ基地攻略戦の一見により、同国民のタイ連合感情は悪化傾向にあり、ユニウスセブン落下テロ事件の際、災害救助と人道的検知を名目に進駐してきた、ザフト軍の世論誘導が走行して、ユーラシア西部地域では、地球連合からの本格的分離独立運動へと、 発展する。これに対して地球連合軍はファントムペインをベルリンに派遣し、収益したばかりの戦略機動兵器デストロイの火力を持って事実上同地に駐留していたザフト軍を壊滅に追い込んだ。この際、おびただしい数の自国民が死傷しと市も壊滅に置かれている。その直後にデュランダルのロゴス討伐の世界に向けた電波、ジャックエンゼツにより、 ユーラシア連邦及び東アジア共和国など近隣諸国の連合国家が反ロゴスを掲げ、対ロゴス同盟軍を結成し、ザフト軍に加勢しロゴス討伐に動くことになる。なお、ユーラシア東側地区は反連合的動きを見せず、ウラル資源工業地帯、ウクライナ国層地帯、中央アジア資源地帯、シベリア資源地帯等も地球連合の領土のままである。 大西洋連邦が中心となって開発していた、ギャットシリーズに対抗すべく秘密裏に悪体温、インダストリー社協力のもと、独自開発した MS、ハイペリオンガンダムを含む CAT シリーズの開発に乗り出すも、政治的理由により開発中止。それにより、元から反対西洋連邦派であった MS 開発チーム、特務部隊 X が離反する事態になった。 シードディスティニー終了後の CE でも地球連合は存続しているほか、ユーラシア連邦はハイペリオン量産系を主力とする宇宙艦隊をアメノミ柱に軍事侵攻させて150ガーベラが砕けたことにより材料に戻ったレアメタルオメガを確保しようとしたが、プラントの依頼を受けたサーペントテールの介入により撤退している。 ユーラシア艦隊を犠牲にするアラスカ基地自爆に反対したものは本編では確認されていない。が、X アストレイでは一部軍関係者が流反するなどの混乱が生じているガンダムシードシリーズにおいて設定を担当した下村刑事のイラストエッセイでは二次大戦の世代が老年期に入った時代では復興されており住民の存在が確認できる。AB 機動戦士、ガンダムシードコーズミック、リラメカニックワールド二馬車2012年11月28日、初版発行228から229ページ。電撃ホビーマガジン2003年5月メディアワークス、60から61ページ、機動戦士、ガンダムシードともと君と戦場で、攻略ガイド角川書店2004年5月刊末、用語集。 電撃ホビーマガジン2004年3月号、メディアワークス、86ページ、ハットときた、孝一、機動戦士、ガンダムシードアストレイリーマスターアディション6角川書店2013年7月、7から9ページ。千葉智博、機動戦士、ガンダムシードディスティニーアストレイ上官真実を求める、モノメディアワークス2006年7月15日、初版発行173ページ。 千葉智博、機動戦士、ガンダムシードディスティニー・アストレイチ・角川書店、2005年7月1日、初版発行、243から244ページ。マスターグレード1、100ストライクガンダム IWSP バンダイ2006年10月、説明書参照、パーフェクトアーカイブス機動戦士、ガンダムシードディスティニー・竹書房2006年5月168から170ページ。 古藤流、機動戦士、ガンダムシードディスティニーにさまよう瞳角川書店、2005年7月1日、初版発行、225から226ページ。古藤流、機動戦士、ガンダムシードディスティニー三すれ違う視線、角川書店、2005年9月1日初版発行、326から330ページ。機動戦士、ガンダムシード RGB イラストレーションズ。 デスティニー角川書店2006年8月5ページありがとうございます。